こんにちは、辰野の八木醤油です。今日は加西市の北条町にやってきました。北条町にある伊右衛門王国さんですね、モーニングランチ、カフェですね、それから、直売所、地元の、野菜や、加工食品なんかを販売されております。こちらが正面の玄関ですね、お店の方に中に入っていきたいと思います。そらそうやわ、うちのお母さん。こちらが、エントランス入って、待ち合わせの場所ですね。こちらがレストランコーナーですね。中央に大きな、テーブルがあり、シンボルツリーですね。シンボルツリーがこのように、レストラン中央にありますね。とても、素晴らしい空間になっております。こちらが直売所で、地元の農家の方が持ってこられている野菜ですね。それから、加工食品ですね。当社八木醤油の商品をこのように、ご販売していただいてます。玉ねぎ黒酢のドレッシングですね。淡路島玉ねぎ黒酢ドレッシング、かつお醤油や、煮魚のタレですね。それからかつお醤油の1リッター、それからとことん豆腐2ですね、とことん豆腐2の1リッターですね。ぜひ、伊右衛門王国さんですね、よろしくお願いいたします。